なんかとりあえず 何でもいろいろ経験してみたいし、私結構もうデブ症だしアウトドアタイプではないので、こういうことがないと人生豊かにならないなと思って、そう今ねちょっと私の飲み仲間として今隣にデビュー当時からずっと私のマネージャーさんをやってくれてるミスター伊藤が隣にいます。髪の毛をロングからショートは1ヶ月2ヶ月ぐらいしてからガンツのオーディションがあったんだよな。そしたらちょうどたまたまショートカットの役で受かったんですけど、でもそのショートカットにするまでにもう本当にミスター伊藤と私の間ではもうめちゃめちゃいろいろありまして、ニップレス知ってるわけだよね。伊藤さん最初にチェックこうやってその、ね、ニップレスとかこう前張りとかした後にこう、うん、ダウン着るしかないからガウン着るんだけど、まず最初に誰にチェックしてもらって伊藤さんにチェックしてもらったよね。どうっつって、うん、だから僕はそんな、ね、そんなセクハラのマネージャーじゃないんで、そう、ね、俺に見せろのよっていうことは言わないんでなんですけど、いきなりガウンをこう脱ぎ始めて、どうだみたいな、こんな感じよなんで言ってきて、なんで言ってきて、なんで言ってきて、あら、またつけた、いいねって言って、いいねって言った、いいねって言ったかもしれないね。テープ、テープ、テープ、テープみたいな感じで、はい、だってさ、チェックしてもらうのもさ、伊藤さんしかいないじゃん、だってメイクさんとか、その時の衣装さんとかいるけれども、誰が大丈夫って、本当の意味で大丈夫って言ってくれるんだ、みたいな。なんか当時はやっぱりね、伊藤さんしか言ってくれないじゃん、それは全裸の、ああいう異様だったんですよ、やっぱり別に絡みでもなく、そういう、なんだろう、まあ、SF だからね。そうそうそう、うん、なんだけど、そうそうたるメンバーの中にいきなりヌードの彼女が登場するみたいな異様な復刻だったよね、なんかま、なんていうの、ま、わかる、なんかちょっと絶妙な空気感だったよね、うんうん、あの時はアドレナリン出てたし、私もなんか初めてそういう、なんか本当になんか大きい作品でちゃんと、もうみんなが知ってる役者さんとお仕事するの初めてだったから、すごい緊張しててアドレナリンが出てたっていうのもあるけど、でもやっぱりちょっと今思い返してもちょっと異様な、だから緊張感とまた違う不思議な空気感が流れてたよね。裸でいる時間って結構長かったね。3日間、3日間ずっとニップレスとペペ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 3日間、もうペッペッペッですよ、もう慣れちゃって、だからその時はまだその脱毛とかそういうなんかこう医療脱毛みたいなとかもまだ20歳だったんで、なんかそういう知識もないし、そんなに流行ってもなかったし今ほど、だから全然もう自分でお母さんと啓蒙です。前の日もやった。じゃあそれは面白かったのが、僕がだからその撮影かなんかの前日かなんかに、お母さんに言ったんですよ、僕は。何を？すいません、ちょっとデリケートな話なんですけど、ちょっとガンツとか撮影があるんで、ちょっと処理を下の処理を毛の話ね、そうそう、すいません、やっていただけると助かりますみたいな感じで、それ伊藤さんが言ったんだ、だからあんな風になったんだ。ちょっとお母さんが笑いながら、うん、伊藤さん今やってますと夏菜やってるとかって言って、今やってますって言って、で本人の声も今や何やってるみたいなで僕も大笑いして、なんですか、その何だろう、かオープンの、わかるわかる、オープンの極みだよね。そうそう、だからメジャーさんとこんだけ話す事務所あんのかと思う、私。だから僕もだからかなり気使ってデリケートだったから、いやすいません、ちょっと言いづらいんですけどちょっとチュルンと、ね、すいません、いやマジで伊藤さんとは、私人類が男と女のこの2人になっても絶対にそういうことはできないいやそう、男女になった時に男女の関係性は絶対ここには生まれない、まあそれはそうですよね、絶対無理、もう2人になっても無理、うん、我々本当にほらあるじゃん、スポーツこういう巻くやつ、サポーター、うん、
あのテープのサポートあるじゃん、茶色いやつ、うん、あれを本当にカッティングして T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  にするだけ。本当に本当にそれだけで、まあ、ペッペッペレ、え、そんなもんなの？そうだよ。いや、え、見たじゃん。前まで見てない。この、え、だって、ブッってやったじゃん。いや、そんな前まで見てないでしょ。じゃあ何なの、確認をしてくれたの？いやいや、その上の確認ですよ。いや、下の方が大事じゃん。下は見てないですよね。見れないですよね、そんな。あの、上から下まで。何？あ、そうなの？うん、いや、前張りってどうなってんのかな。だから男が前張りするとか、あ、そうそう、よく、あ、でも男性側は私は知らない、ただ女性側はとにかく T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 大きさに勝手にしちゃうよね、自分で。めちゃめちゃ、わかる？ラブシーンだったらめちゃめちゃなんか狭ま、すごい、もうとにかく最小限にしなきゃいけないかもしれない、カットしてカットして、でも私こうやって転送されるだけじゃん。もうお尻はもうしょうがない、お尻の穴までちゃんと T だよ、 TTT、それはそうそう、だから何重にも重ねてく、こう、もしこれぐらいのテープだったらこうやってこうやってこうやって重なってて、ああそうだね、こう、まあでもここはまあ2枚ぐらいかな、じゃないと映っちゃうから、後ろからは見えないぐらい、うん、前からだったらまあここら辺は見えちゃうかもしれないけど、あ、そんな感じのやつなんだね。そう、そこにだからちょっとガーゼとか引いてくれて、剥がすときに痛いから大事なところにはこうガーゼとか引いてくれたり、うん、でもトイレに行くの行けなかった、剥がさなきゃいけないから、うん、もう一回一から貼らなきゃ、まあもうそのままもう一回貼るんでもいいんだけど、やっぱ粘着力弱くなるし、まあ、あの3日間はほぼほぼ何も食べてないな、どんどん顔がむくんでいくって感じ。それでも転送の3日間って多分睡眠毎日 2,3 時間だったよね。野宮さんがうまいんだよね、お芝居うまい。でも天才だと思う、あのお方。私今まで見てきた中でやっぱ二宮さんを超える天才的な、なんかもう感性でババってできちゃう人。ちょっと待って、出た、近い。でマジ伊藤さんの猫カメラ本当にすごい。Woo!